みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回はリスナーさんからの質問が多いアルバトリオンの活性状態の見極め方を紹介します。まずは最も基本的な知識として、各クエストのスタート時の状態です。イベントクエストの明けの姿勢は炎活性状態。この時の弱点は氷です。覚え方としては、明けというのが夜が明けることで、アルバトリオンが明るい状態イコール炎の状態と覚えましょう。特別任務と酔いの構成は氷活性状態で、弱点は火となります。酔いというのは日が暮れてまだ間もないことのことで、辺りが暗くなり始めるイコール氷活性状態と覚えておきましょう。流活性状態は炎と氷活性からのみ移行し、状態は全属性です。すべての状態に共通して一番属性が通りやすいのは前足です。それでは状態移行のルールを紹介します。後半では実践の動画を交え変化の様子を紹介しますので、最後までご覧ください。まずスタート時は炎か氷活性状態です。そして炎から氷、氷から炎という変化は存在しません。必ず流活性状態を経由し次の活性状態に移行します。そして流活性状態から別の活性状態に移行する条件が、必殺技のエスカトンジャッジメントのみです。基本的に状態移行は一方通行ですが、特例が存在します。それが角の破壊です。ゲーム内でアルバトリオンの属性が変化の時、角の破壊は今しかできないと表示されます。角破壊に成功すると元の活性状態に戻るという仕組みです。そのためスタートが炎活性状態の時に、弱点属性である氷武器の場合、角の破壊がかなり重要な要素となります。それでは実際のプレイで見た目などで状態が判断できるのか確認をしていきたいと思います。こちらは見た目の色になります。炎活性状態では体が赤みを帯びているので非常にわかりやすいです。流活性状態は紫、氷活性状態は青みを帯びています。これだけでも結構わかりやすいかもしれません。攻撃パターンや背景などに違いがあるのかを見ていきます。左の画面では背景が燃え上がっていることがわかります。これを覚えておいてください。右の画面では氷の柱があります。これも覚えておいてください。それではしばらくそのままご覧ください。右の画面が氷から流活性に移行し、背景が燃え上がっています。左の画面も流活性に移行していますが、背景はそのままです。これが属性が変化したと勘違いしやすいところだと思います。背景は最初のスタート時のみ意識する程度でいいかと思います。また確定かは分かりませんが、炎活性状態から流活性状態に移行時のみ水のブレスを飛ばしている可能性があります。現状、活性状態の判断はスタート時と見た目、そしてエスカトンジャッジメントのみ炎と氷が移行すると覚えておきましょう。ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら評価、チャンネル登録よろしくお願いします。